ファッションショーにはクルメカスリの衣装をまとった地元の大学生たちがモデルとして登場し、レッドカーペットを颯爽と歩いてカスリのコーディネートを披露しました。このイベントは地元の伝統工芸品のさらなる需要を掘り起こそうと、クルメカスリ協同組合などが主催したものです。若い人でもカスリを着てから知っていただく、着やすさというか、それが伝わっていけばですね、やっぱもっともっと広がっていくんじゃないかなとは思っております。会場ではこのほかカスリを使った服や小物なども販売していて、多くの来場者でにぎわっていました。このイベントは明日も開かれます。